どうもどうも、キガロです。残る敵は、自走砲だけなんですけどね。無理はしたくないし、ワンチャン、負けもあり得るので、こうして自走砲の支援を、待っているわけなんですよね。でも実は先ほどから、さっぱり当ててくれないんですよね。二人もいて、しかもプラトーンを組んでいるっていうのに、当ててくれないのは寂しいし。先ほどから、やたらと私に、イケイケと、煽ってくるんですよ。ここでもし、私が死のうものなら、逆転もあり得るでしょ？それなのに、自分らは外すくせに、私を生かせようなんて、ちょっぴりひどいですよね。そもそもあいつには、機動力で負けてしまいますし、当ててほしいんだけどなぁ。わぁ。ひどい。これは確信犯ですよ、絶対。そんなことがあったんだよ、スタイルさん。いや、普通に見てたし。あれ？見てなかった？あの試合、おいら先に死んでたんだよな。どうもこんにちは、G1 スタイルズです。今回乗っていく戦車は、アメリカのティア5プレミアムヘビータンク、T14。ティア6戦場までしかマッチングしない、マッチング優遇付きの戦車ですね。機動力は悪くないのですが、旋回はもっさり気味。正面で弾ける、同格のエクセルシオールに比べると、少し使いづらいかもしれません。ただ、車体の横を晒すぐらいのきつい角度でブタ飯を取ると、結構弾を弾いてくれる戦車ですね。深くも取れるし、扱いやすい戦車です。弱点はやはり、貫通力の不足でしょうか。禁弾を多めに使うことになりがちです。そんなことより冒頭のあれ、ひどくないですか？久しぶりに私の心に、怒りの炎をたぎらせてくれましたよ。いくら攻めないからって、談合して一緒に殺すとか、本当にひどいですよ。キガロさんが怒るなんて、珍しいね。まあほら、その程度の方なんだって思って、この試合に集中しましょ。いきなり軽戦車か。通行料取られそうだし、橋側で様子見するかな。この頃はあれだね、僕とスタイルさん、ティア5竜軍の戦車ばかりに、乗っていたよね。やたらハマってたよね。僕、ずっとこのチャーチル3を舐めてたんだけど、スタイルさんからプレゼントされて乗ってみて、恐ろしく強くてびっくりしたよ。機動力や装甲がなくても、ヘルスとペシペシ砲を備えたマッチング竜軍戦車だもんね。さて、ここでギガロさんを待ちますか。なんか来てはったし。打ち合いは不利だな。やっぱりギガロさんを待ちましょう。のっそのっそ向かってるよ。西側が少し心配だったけど、ちゃんと味方が向かってくれたみたいだな。これならここに集中できる。うわ、北側、すっごい敵戦車咲いてるな。これは早めに3、4式を処理して、現状を打破しないと。完全に足止め食らってるだけだな、これ。よし、ギガロさん、おいらこのまま、地陣まで戻るね。スポットが切れてからさ。了解。私はこのままこいつの相手をして、スポットが切れたようだったら、戻りますので、無理しないでね。あいあい。二人同時に引くと、ここを詰められちゃうもんね。できるだけ、地陣に戻ったのを悟られずに行きたい。幸いこちらの陣地は、非常にハルダウンしやすい形をしてるしね。アメリカ戦車には、絶好の砦なわけだわさ。そういう点では、南側スタートに、分がある気がするよね、このマップ。通行料は取られやすいけど、南側なら、北側の中央部分に安定して貼り付けるし、北の進軍を止めやすいもんな。まあそれもあるけど、やっぱりティア5の優遇付き重戦車の正体は、動きやすいね。そもそもボトムではマッチングしないし、スペック高めだし、連携を取りやすいもんな。ちなみにこの戦車、内張り装甲、ラマー、換気扇を積んでいます。乗員もそれなりに優秀なので、力を発揮しやすいね。内張り装甲は、このティア20センチ級の榴弾がはびこってるので積んでいるのと、ラムアタックが有利になるから積んでいます。ラムアタックは、重戦車クラスに対して有効なのと、それなりの機動力があるので、オスをスプラで押し込むときに、結構多用します。それとこの戦車、見た目が、シャーマンの親玉っぽい感じも、結構気に入っているんだよね。
順調に戻ってるからね、スタイルさん。ほどほどに時間稼ぎながら待っててね。文字通り、いい感じで時間稼ぎして遊んでおりました。反撃の時間、いや、お仕置きの時間だぜ。自分からは顔を出さず、出してきたやつから叩く、そうしながら、キガロさんの合流を待ちます。あれはトースターが優先だな。わかりにくいですが、今この、限りなく車体を真横に向け、少し角度をつけた感じが、この戦車の絶好の弾く角度な気がしますね。正面や頭出しで構えるよりも、こちらの方が弾く印象です。あ、キガロさん、到着したんだね。到着ですよ。やっちゃいましょう。やっちゃいますかね。やはり区画が取れるというのが強みなので、アメ車らしい戦い方ができますね。四方の精度はあまり良くはありませんが、とっさ打ちはできるレベルですね。押し込み返すかな。あ、ずるいよスタイルさん。くそー、私にも機動力があれば。いやいや、チャーチルさんに機動力があったら、化け物だからね。まあ通常ルートのチャーチル軍団には、多少のバフが欲しいところだけども。それでは突貫いたします。いたいた、君を探してたんだよね。今一人？ここで何してるの？お父さんとお母さんは？ガレージまで送ってあげようか？優しいね。スタイルさんは、ひどい初心者狩りを見た、な。何を言うか、高い金払って、戦場の厳しさを教えているんだよ。まあでもほら、真面目な話、初心者狩りだーって言ってるけど、ここまでできてようやく、一人前って感じでしょ？僕らの運用を見ながら、中級者ぐらいには、なってほしいよね。なんて思ってたり。オイラもまだまだ学ぶことだらけだからね、これぐらいのペアで練習を重ねていかないと、まだ上の戦場では、正直厳しいのだよ。さてさて、戦況はだいぶ惜しかっていますね。あとは丁寧に戦えば、勝利できそうですな。ヘルスも十分だし、久しぶりにまともな戦いをお見せできている感じだな。まあそれでも、エア5の戦場なんだけどね。次回もアメリカの重戦車で実況していくつもりだし、そろそろテイティア戦場実況も、一旦お開きですかね。テイティアだとさ、初心者狩りにはなってしまう反面、私も立ち回りをしやすいので、運用の基礎みたいなのを、見せていきやすいかなって、思ってるんだよね。例えば今回だと、基礎的な話をするとね、マップを見て、北側が押し込まれそうだから、早めに陣地転換して、防衛に戻ったでしょ？そういう戦況を読み解くのが、脱初心者に必要なことじゃない？あまり上手くない人ってさ、いつまでも同じとこにいたり、突貫ばっかりしてるしね。今のこの場面も、いきなり飛び出さずに、敵の弾を弾ける角度でこっそり出て、一発吐き出させてから畳みかける、そんな戦い方したんだけどさ。そういう丁寧さって、戦場で一番必要だよね。丁寧さで言えば、さっき私がここから自陣に戻った時、あれもね、一旦敵のスポット切れるまでもじもじして、視界が切れてから、陣地転換するわけですよ。そうしないと、移動したのバレちゃって、お尻を取られてもおかしくないしね。敵にはさ、あれ？あいつ、引いたのか？いや、まだいるか？って、思わせなきゃいけないわけさ。それもあってさっきは、キガロさんだけ陽動で残して、私だけ先に陣地へ帰還。圧力をかけながら戦場を停滞させて、キガロさんと合流して押し込んだ感じですね。すごく基礎中の基礎みたいなのを話してるから、退屈しちゃう人もいるだろうけど、戦車の立ち回りが苦手だーって声をよく聞くから、基礎でも語ってみました。どんな時も丁寧に、大切なことですぞ。私やギガロさんもね、雑うくなった時に、よくポカをしますしね。それに私も、この動画を投稿し始めた最初の頃なんかは、雑い試合や、停滞してばっかの試合が多くてね、そりゃまあ、ひどいものでしたね。なので、今苦戦している皆さんも、丁寧さと戦車の細かい立ち回り、テクニック、偵察、狙撃、戦場の前線位置なんかが分かってくると、きっと上達するはずですぞ。私がそうでしたしね。でも私もまだまだ中級者になれたんだか、慣れてないんだかって思ってるくらいなので、これからも上達するために、頑張ってまいります。
下手っぴな方はね、必ず自分のヘルス分ダメージを取るまで死なないっていうのを意識すると、上達していく気がしますね。自分のヘルス分稼げるケア、自分の力で試合を作ってるって思える戦場が、自分の今いるべきケア帯でしょうしね。だから私は最近高ケアを避け気味なのです。戦闘結果です。マスターバッジと、トップガンをゲット。いい感じで試合を構成できた感じですかね。最後自走砲は、丁寧になりすぎたというか、山を登るのが面倒になったというか、どうでも良くなっちゃってたんですよね。えへへ。多分反撃もらって、修理費用を出すのが、だるかったんですよね。禁断を使いすぎたので、ギリギリ黒字って感じだったしね。あれで一発撃たれてたら、赤字だったかもね。正直、今回は禁断を無駄巻きしすぎたかな？そりゃあ禁断マシマシのが強いんだけどさ。もっと節約できたよね。まあともあれ、勝てたので良しとしましょうかね。今回はなんだか、基本に忠実な実況、試合になってしまった感じでしたが、そこも大事かな？とね。最後までご覧いただき、ありがとうございます。コメント、チャンネル登録をお待ちしております。それではでは。まったねー。